そこ。食事はお行儀よくよ。各種料理が盛りだくさんだね。さて、どのコーナーから攻めようか。ここは分断して征服せよだな。ポテチあるかも。西住、そろそろ始めろ。皆さん、はじめまして。大洗女子学園2年、西住美穂です。硬い。っていうか、この場所に初対面の人はいないよ、ペコリン。無理言うな、沙織。西住さんがこの状況で緊張しないわけがないだろう。とても美穂さんらしいのですが、困りましたね。何か緊張をほぐす手段があればいいのですが。緊張をほぐす。そうです、西住殿に作戦名を決めてもらうのはどうでしょう。戦車道の試合を思い出してもらうんです。ゆかりナイス。それいただき。おーい、ニコリ、作戦名決めよう。作戦名わかった。沙織さん、私頑張ってみるね。これから私たちが戦った2つの試合の感想で思い出作戦を始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。試合中その場にいなかった人も参加者の皆さんでお互いに情報を共有できるようお願いします。美穂さん落ち着いたみたいですね。よかった。はい、さすが西住殿です。西住さんも楽しんでやればいいと思う。私たちもフォローする。心配は無用だ。みんなありがとう。じゃあ行ってみようか。はい、それではエキシビションマッチから試合の様子を振り返ってみたいと思います。写真は、あ、スクリーンは私たちで操作するね。これですね。ありがとうございます。エキシビションマッチは大洗女子学園が優勝した記念ってことで開催された親善試合です。大洗の街全体を使ったお祭りみたいな楽しい試合でした。では早速参加校の皆さんを紹介していきたいと思います。まずは大洗女子学園と一緒に戦ってくれた千畑学園の西さん、どうぞ壇上へ。はっ、恐縮です。そして対戦相手となってくれたのはセントグロリアーナ女学院プラウダ高校のチームでした。ダージリンさん、カチューシャさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしき。試合の方ですが、序盤から波乱含みというか、そのネコリン、写真に行っちゃった方がいいんじゃない。ありがとう、沙織さん。ではまず写真をご覧ください。あら、よく撮れていますわね。はい、報道部と生徒会の皆さんが頑張って撮影してくれたみたいです。ちょっと、なんでフラッグ社がいきなり囲まれてるのよ。確かにバンカーの中に籠城されると戦車砲の狙いがつけにくいのですが、それにしても随分余裕ですね。カチューシャが戦っている時に随分のんきなことをしてるじゃない。あら、あなたなら必ず戦線を突破してくると思ったから待っていたんだけど、間違っていたかしら、カチューシャ。そんなわけないじゃない。カチューシャが人の期待を裏切るなんてないんだから。試合序盤はフラッグ社を擁するセントグロリアーナを包囲殲滅しようと動く大洗千畑と、それを阻止しようとするプラウダという構図でした。これフラッグ社のダージリンさんたちを囲んで勝ちそうだったところだよね。接近してみたらゴルフ場の斜面とバンカーはなかなかくせ者だったわな。さすがはセントグロリアーナといったところか。はい、こちらの車線がなかなか通らず、地形を利用した素晴らしい防御でした。光景が目に浮かぶようですね。マチルダ2が3両に、ダージリン殿のチャーチルが1両、そちらはチハタンの97式に3式、M3D、そして4号、8、9式もいましたわね。みんなすごいよね、ちゃんと覚えてて。まあ、私も結構覚えてるけど。どの試合も大切な思い出ですから。ゴルフ場を走るのは気持ちよかった。あの気分をまた味わってみたい。だよね。空気も美
美味しくって景色も綺麗。戦車道するには最高のロケーションだったかも。素敵な彼とのデートでもいいかな。早く追体験してみたいです。皆さん、状況は思い出せましたか？ではそろそろ思い出作戦を始めたいと思います。ミホさん、どうかなさいました？西住さん、お願いします。皆さんも一緒にお願いします。ファンゾーフォでは試合を始めます。時間はあるので慎重に。パンツァー4。西住隊長、パンツァー4って何ですか？え、ああ、戦車前進ってことです。なるほど、そういう意味ですか。勉強になりました。大丈夫か、千葉丹学園は。ちょっと変わってるよね。でもみんな真面目そうだし勇敢だから。戦車前進。では改めて、パンツァー4、前進してください。進入するよ。前進。戦車が発見しました。よし、次行きます。相手は飲んだか余裕だよ。きっと紅茶を飲んでるんですよ。私たちは緑茶でも飲めます？ミルクセーキがいい。卵も牛乳もクーラーボックスに入れてきましたから作れますよ。おお、すごいです。わかい、装填完了。いつでも行けます。どんどん行くよ。まあいいか。よし、特